今日はね、自転車のオーバーホールで友達のところにタイヤをね交換しに来ましたんで、そこを取っていきたいと思います。早速倉庫からですね。はい、この自転車です。今マウンティン用のタイヤがついてますが、これをロード用ですかね、スリックタイヤのロード用のスリックタイヤに変えたいと思います。大きさはね同じ大きさとインチになります。もちろんですね、こういった感じで今これが今した自転車ですね、僕の自転車です。ここで購入しました。彼がね、レストアっていうんですかね、オーバーホールというかオーバーホールで作った、何タイプですかね、これは入れてもいいと思います。何タイプの何ですかね、うん、はい。で今これタイヤですね、はい、これです。これを取り付けることになります。はい、まあ、今こういった感じで、吊り上げております。ちょっと見ますね。こんな感じで上から、はい、バネでこうやって吊るしております。はい、タイヤ交換ですね。はい、こんな感じです。はい、今日はねもう長くもう編集なしでずっと行きますんで、最後まで見せたいと思います。ちょっと長くなってもね、撮っていきたいと思います。はい、こんな感じです。まあ彼の走行これで2回目なんですけど、久々に来ました。こんな感じですね。一応全体を、はい、映したいと思います。はい、はい、こんな感じ。はい、ここですね。で、まあ、自転車がこういうふうに今回変わっております。はい、こうですね。で、まず工具類をちょっと好きな方のために見せときますね。はい、ずーっと行って、はい、これ工具類です。はい、こうパーンして工具類ですね。で、こういった電池があります。まあ、彼の工具はたくさん集めてますね。はい、そういうわけで今から、はい、こういうふうにタイヤ、これがロードタイプです。もうスリックですね。はい。今、こういって。操作手順を。まずこう。これアマゾンで購入しましたね。で、前輪後輪を変えたいと思います。今こんな感じで、はい、ブロックパターンですね。これだとね、ちょっとスリックにしないと抵抗が大きいんで、ちょっとあまり山に行かないんでね、交換することにして、今友達の倉庫に来ているところです。はい、今こんな感じで、宙に浮いてますよね。こう吊るした状態です。工具でこうで上からこうですね。はい、まあ、たくさんのバイクのコレクションもあります。ちょっと古いバイクですけどね、はい、たくさんあります。まあ、興味のある方は、はい、まあ、なかなかいい趣味の持ち主で、まあ、釣りとか前やってたんでね、それとかカヤックとかもまだありますね。まあ、天井にも自転車が何台かあるといった具合です。はい、そういったわけで長くなってもこれで、はい、まあ、ノーカットでいきますんで、長い動画になると思いますが、はい、ちょっと一旦飛ぶとき、まあ、こんなで外しようときに、はい、まあ、長くなりそうなんで、まあ、一度ここでカットしたいと思います。